ローゼイ・ローズ・ピペット、1986年3月13日台は、英国の歌手、キーボード奏者。ザ・ピペッツのメンバー。愛称は、ローゼイ。ステージでは向かって、右側に立つことが多い。ジュリア在籍当時は、ステージの中央が立ち位置だった。ザ・ピペッツの三人娘の中では、唯一のブルネット。シングル、ジュディと、ダーティーマインドのライフイズグレートでは、 ゲストボーカルを担当。解散したブライトンのバンドドクター・コロッサスはスリープやホール・イン・ラブを歌った。ローズの兄弟のトムはこのバンドのギタリストだったのである。元 BBC ブロードキャスターのロバート・デューガルを祖父に持つ。2006年中期までロンドン芸術大学キャンバーウェル・カレッジ・オブ・アーツに通っていた。学生時代2005年12月 BBC2 の ドキュメンタリー番組、ジェームズ・メイズ・トップ・トイズに出演したがクレジットは、されなかった。この番組では、エッジ、エースケッチという玩具に司会者を描く役を務めた。ありがとうございます。